みなさんこんにちは管理ハウススタイル2021純オンラインプレゼンテーションにご参加いただきまして誠にありがとうございます管理ハウス社長の染谷です旭川デザインウィーク2021が分散開催となったことでこの6月の企画もオンライン中心となりました当社もこのタイミングで予定をしていた 新作・新提案につき皆様へオンラインにて発表させていただきますカンディハウスは先月5月1日からリブランディング2021を展開しています38年ぶりに刷新した新ブランドロゴマークをはじめブランドカラーも 日本の国旗日の丸の中心の赤から緑へと変更しました北海道産紅葉樹水ならの葉脈が生き生きと映えるこの季節この葉っぱの色を想定していますカンディハウスリーブランディング2021についての詳細はカンディハウスのウェブサイトでもご紹介をしていますお時間のあるときにぜひご覧ください 新作のご紹介の前に同じく先月5月1日に発刊した新カトログのコンセプト座るをデザインするダイニングそしてリビングを暮らしの中心に据えて具体的にライフスタイルをビジュアルで提案していますその具現化したライフスタイルの提案をこの後リフレッシュを行った旭川ショップにて ご提案いたします当社は4月23日に東京ショップ5月21日に名古屋ショップと機関店のショップリフレッシュを進めてきましたそのポイントは今回のリーブランディングのテーマの一つ新カタログでビジュアル化された カンディアス,スタイルの空間表現です。遡ること2018年の50周年のタイミングでブランディングの一環としてブランドストーリーの再編やタグライン共に作る暮らしカンディハウスを制作しました言葉だけでなくスローガンとして皆様へのプロミスとして具現化するためにカンディアスコレクションを 姿や形デザインの特性を分析し3つのスタイルにマッピングしましたその1つ目がノースノーブル北国の凛とした空気を思い起こさせる清潔で気品ある空間2つ目がシンプルナチュラルさらりとした木の床を素足で歩くような自分らしくいられる場所をシンプルに表現3つ目が アドバンスククラシック伝統に裏打ちされた美意識と先進的なデザインの融合をイメージこの3つのスタイルをベースに18のライフスタイルシーンを構成しましたライフスタイルに加えてワークスタイルエリアの新設が今回の「日川ショップリフレッシュ」の大きな特徴といえます。定番の人気アイテムを オフィス仕様にアレンジし昨年より追加ラインナップしてきました2階オフィスの会議室では10ダイニングテーブルのオフィスバージョンとしての発展形とも言えるワイヤリングシステムを備えたミーティングテーブルを配置しましたまた会長室へはワンラックスダイニングテーブルのバリエーションとなるこちらも ワイヤリングシステムを装備したミーティングテーブルをセッティングし木質感の豊かさが心地よさにもつながる執務室の新提案としていますご覧いただきましたようにライフスタイルとワークスタイルがボーダレスとなり働き方改革やオフィスそのものが多様化する中今回私たちの新たなワークスタイルの提案を ご理解いただけたと思います。それではこの後は三つのスタイルを代表するノースノーブル、シンプル＆ナチュラル、アドバンストクラシックそれぞれの展示ブースをご覧いただきたいと思います。世界のカンディハウスショップの中で約 1> 1, 平米と最大級のショースペースを誇る朝日川ショップ毎年この6月のデザインウィークのタイミングでたくさんのお客様をお迎えすべくお化粧直しを行い会期1週間前には工場のスタッフも総出で展示品や重機の総点検にかかります。今回は オンラインでのご案内となりますが皆様に少しでもこの雰囲気を映像を通してお伝えできればと思いますこちらがノースノーブルを代表するシーンゼロ一。おはよう今日の日に今日の私に ノースノーブルスタイルを代表するテンダイニングとセスティナラックスリビングを組み合わせました都会的でスマートな暮らしをイメージし白木とグレージュやホワイトの色使いでシックにまとめましたガラスの照明や小物が品よく光り上質で大人っぽさも印象的家具はリアルな住空間を感じていただけるサイズ感です シンプルナチュラルシーン11木漏れ日が話しかけてくるシンプルナチュラルスタイルのカムイラックスダイニングと湯からラックスリビングをセットしました窓からたっぷり自然光が入りグリーンが入る心地よい空間でお茶を飲んだり読書をしたり ご自身の時間を過ごすのはいかがでしょうか。ベージュやブラウンなどのアースカラーを取り入れ、リッチカジュアルを表現しました。こちらがアドバンストクラシックを代表するシーン16、知性で遊ぶ大人の自由時間。会話も弾むラウンド型の RB テーブルに、 ベストセラーウィングラックス LD チェハーを組み合わせ、への字型が特徴的なモーララックスソファーを配置しました。家族や友人など数人でくつろぎながら会話を楽しむにも最適なシーンです。黒やブラウンを基調とした落ち着いた色使いをベースに、ゴールド系のインテリアエレメントをコーディネートして、 華やかさを演出しました。カンディハウススタイル二ゼロ二一ニューコレクションをご紹介します。多くの皆様にご愛顧いただいているテンシリーズのデザイナーミハイルシュナイダーの新作チェアをご紹介します。 三本の線だけから描かれたスケッチ機能から生まれた形が仕事や暮らしを美しくサポートします北海道産紅葉樹カバから作られる新作サウンダイニングチェアを発表発売いたします San means three, which stands for the three straight lines of front leg, back leg and the armrest. You see when you look at the chair from the side. The way people display numbers with their fingers varies from country to country. In Germany we start with the thumb for one and the index finger for two and then the middle finger for three. By holding your hand with the middle finger pointing towards the ground, you can easily visualize the side view of the chair. We wanted to create an affordable chair which should be pure, sharp and iconic, manufactured in Japan as environmentally friendly as possible. The design is inspired by the Japanese tradition of a simple shape, perfect craftsmanship and a meaningful idea behind and follows the German tenant of form follows function. This cooperation started shortly before the pandemic outbreak of the coronavirus, which changed everything. No visits at the factory, just online meetings and emails. There was a total of three prototypes which were sent from Japan to our studio in Berlin, with which we evaluated the design and enhanced it step by step. Although we really miss personal get-togethers, I have to say that the development went very smoothly. The cooperation between Conde House and Design Schneider started with a ten chair and table, which has grown into a big family. I appreciate the trust we built over the years and the high standard of every product we developed together. 個性豊かな北海道産カバの木材を使った木部には工芸的な雰囲気が漂い革部分のステッチワークもアクセントに腰掛けると背からアームへ心地よく腕を預けられ体を支えてくれる安心感があります海外展開も視野に入れたサイズ感から大柄な男性から女性まで快適に過ごせるゆったりとしたフォルムです 誰もが使いやすいこの椅子は、ホームユースだけでなく、さまざまな場面に馴染みます。特に、商業施設や公共施設、オフィスなど、コントラクト需要に対応して、機能を忠実に形にした普遍的な椅子の開発を目指しました。3本の線がこの椅子の基本構造となり、丸みのあるフレームを使った軽快なプロポーションや、強度を保ちながらの軽量化を実現しました。 コロナ禍にありながらも約1年半をかけて丁寧にプロセスを踏んだことでシンプルで完成度の高い製品が誕生しましたミハイル・シュナイダーデザインの10シリーズに10ダイニングアームチェア AB タイプが加わりましたセガ a a b s 樹脂仕様となっており白黒 グレーの三色から選べます5月の新カタログからラインナップに加わったこの SL テーブルをはじめ無垢のテーブルコレクションが充実しました SL テーブルは無垢天板のエッジをなだらかに削って上質感を演出しそれを支える足の形状は 強さとシャープな印象、そして人の足への優しさとのバランスにこだわりました。天板サイズは、全78種から選べて、高さは7 1 0ミリと7 4 0ミリの2種類をご用意しています。全サイズ、椅子の数や置き方に合わせて足位置が調整でき、オフィス向けのワイヤリングシステムにもオプション対応しています。天、ワンラックスとともに、 ライフアンドワークスタイルに活用できるラインナップです旭川の家具メーカーメーベル東高とカンディハウスが互いのシステムファニチャーの実績とこれまでのノウハウを生かして新たに開発したセレクトファニチャー A プラスを発表いたしますリビングや書斎など場面に合わせて 幅広く用意した推奨パターンからお客様が用途に合わせて選べるのが最大の特徴ですセレクトプランは単体のテレビボードやシェルフ、デスク、壁面収納まで幅広くラインナップ複数プランの中から樹脂や色を選んでいただくだけで金額が算出されるシステムです お客様が検討しやすいだけでなく納期が短縮されるのもメリットセレクトプラン以外をご希望の場合はカスタマイズ仕様にも対応します旭川家具ならではの木質感と手仕事の技が光り機能と質感を兼ね備え樹種は奈良北海道多摩ウォールナットの3種類を用意しました塗装は カンディハウスの標準色をベースに各色揃え、椅子やテーブルとのコーディネーションが可能となります。浮遊感のあるアシンメトリーなデザインのテレビボード、繊細なルーバー扉を組み合わせました。大きな扉で見せる用途を使い分けます。軽くスライドする機能も特徴です。 足とパネルを使ったこれまでのアムにはなかったデスクタイプのプランが可能になりましたメーベル投稿50年のロングセラーアン,ですカンデス管理ハウス30年のロングセラーアムに家具木工産地朝日川を加え A プラスと名付けました天然木の豊かな質感を表現し デザインにこだわりこれまでの技術を生かした次世代のシステムファニチャーを提案いたしますここで皆様にトピックスを一つご紹介いたします旭川地域が取り組むスノースポーツとデザインと観光を通じた地域ブランディングに カンデアハウスは参画していますその一環としてドメスティックスキースノーボードブランドベクターグライド社とのコラボレーションによりこちらのアウトドアファニチャーホールディングチェアを開発いたしましたこの後はベクターグライド社の秋葉社長のコメントをご覧くださいベクタグーグライドの秋葉です今回 ベクタグライドとカンディーハウスとのコラボレーションによる初の作品ダブル・オン・フールディング・チェアをリリースすることになりましたこの作品はベクタグライドの旗艦店ホワイト・タイムが提供する雪山自然のある豊かな時間をコンセプトとしたものになります2020年以降人々の暮らしや思考は大きく変わりました一人一人の人生をいかに豊かに過ごすかという大きなテーマの中で自然の中で過ごす 海の青や山の緑に囲まれ豊かな日の光を浴びる心や体にとって最高のプレゼントですそんな素敵な時間を共にするホールディングチェアを作りましたこの度発表するダブルワンフォールディングチェアはベクターグライドのプロダクトで使う新材同様に強度が強くどの方向からの荷重にも耐えられる紅葉樹北海道の奈良材を使っています クッション部分の生地は傷つきにくく耐久性のあるコーデュラを使用しています背の角度は3段階の調整が可能で好みの体勢でリラックスすることができます旭川の伝統あるカ理ーハウスとの妥協のないものづくりは機能やデザインだけでなく佇まいにおいても耐久性のあるプロダクトといえます一脚一脚職人による丁寧な仕事は 細部にまでこだわり、美しく仕上げています。体を預けた瞬間にスッと力が抜け、目を閉じてしまうような最高の座り心地を約束します。それでは最後に皆様にお知らせがございます。先ほど来ご紹介をしてきました新作サンダイニングチェアにつきましては、この後、全国のカンディアスショップにて、 展示を進めてままいります関心を持っていただいた皆様ご体感いただくためにぜひ全国のサンダイニングチェアのご紹介の時にも触れました基本7色そちらをですねこのエントランスでも主力チェアアイコニックな私どものチェアにですね塗装を行いバリエーションとしてご覧いただいております。 キャンディハウススタイル二マル二一ガイドということで、モバイル専用アプリをご準備しています。ものづくり動画、バーチャルショップ、そして新作情報など、皆様に楽しんでいただけるコンテンツをふんだんにご用意しておりますので、ぜひこの後ダウンロードのほどお願いいたします。旭川デザインウィークが分散開催となり。 この6月がオンンライン発あとなりましたこの後コロナの感染も改善し9月には多くの皆様に旭川にお越しいただきたいと思っております。これをもちまして「管理ハウススタイル2021純オンライン」プレゼンテーションを終了いたします。ご清聴誠にありがとうございました。